トンガ王国、通称トンガは、南太平洋に浮かぶ、約170の島軍からなる国家で、イギリス連邦加盟国の一つである。オセアニアの内ポリネシアに属し、サモアの南、フィジーの東に位置し、首都のヌクアロファは、最大の島、トンガタプ島にある。正式名称は、プレ・アンガ・ハコトゥー・アイオトンガ。公式の英語表記は、キングダム・オブ・トンガ。通称、 トンガ。日本語の表記はトンガ王国。通称トンガ。漢字表記はユカ。国名はトンガ語で南の意味。考古学的な証拠からトンガへの最初の植民者はサンタクルーズ諸島から船で来たことがわかっている。紀元前4000年頃からもともと東南アジアにいたオーストロネシア語を話す人々の祖先がポリネシアへ移住してきたが、 トンガへの植民はこの動きの一部である。トンガは考古学的な年代推定から BC800 から750年前の独特のラピタ、式土器が出土しているため、ポリネシアで一番古い遺跡として認められている。ラピタ人たちは千年にわたり、現在はトンガ、サモア、フィジーとして知られている島々で生活し、航海し、戦争を行い、異なった。 種族間の結婚を行っていた。その後、より多くの探検者たちが東へ出発して、マルキーズ諸島やタヒチ、最終的には太平洋の残りの島々を発見した。このことにより、人類学者たちは、トンガ、サモアとフィジーを、ポリネシアの文化と文明の発祥地と評する。トンガの公開カヌ12世紀までに、トンガ人とトンガの大集長、すなわちつアイトンガは、 にうエからティコピア島まで太平洋中に知れ渡っていた。このことから直ちにトンガ帝国と言及する歴史家もいる。もっと良い言い方としては相互にやり取りを行う公開者、主張、冒険者のネットワークというのが妥当であろう。15世紀と17世紀には内戦が勃発した。オランダ人の探検家のスホーテントルメールが1616 16年に ヨーロッパ人として初めてトンガに到着したのはこのような時期であった。他のヨーロッパ人の来航としては最も重要なジェームズ・クックの1773年、1774年、1777年の到着、また最初のロンドンの施設の1797年の到着、メソジストのワルター・ローリーの1822年の到着が挙げられる。 ジェームズ・クックの来航は、トンガがイギリス帝国の一地域として組み入れられる過程への決定的な第一歩となった。トンガは若き戦士、戦略家、雄弁家であり、トゥイカノクポルという主張の称号を持つ家系の子孫であるタウハウハウにより、ポリネシア人の王国として1845年に統一された。彼は主張の称号を持つアイコンウカップルを持っていたが、 伝統的な信仰を捨て、ジョージ王との洗礼名で、プロテスタントの洗礼を受け、キリスト教へ改修した。一方で、トンガでは島に、ポリネシア人が入植した遥か昔から連綿と、続いてきた新生王の家系が、伝統的な権威として存続していた。その末裔であるラウフィリトンガは39代目のトゥイ、トンガであり、最後のトゥイトンガであった。ラフィリトンガは、 カトリックへ回収し、カトリック勢力から銃器の供給を受け、最初はジョージ王に対して優勢に戦いを進めた。しかし、ジョージ王は、プロテスタント勢力からラフィリトンガを遥かに上回る、両の銃器を入手し、チミドロの戦闘の末にラウフィリトンガを破った。この結果、有名無実と化していた新戦王は滅亡し、ジョージ王として新王朝を開いた。こうして、 トンガの勢族二重王権構造の構造は終焉を迎えた。1875年に施設のシャーリー・ベーカーの助けで彼は法典を整備し、トンガを立憲君主国として宣言した。その時には彼は奴隷を解放し、また法典、土地保有、出版の自由を大事なものとして扱い、そして主張の権力を制限した。1900年にトンガは、 友好条約の下でイギリスの保護領となった。その時、ヨーロッパ人の植民者とライバルのトンガの主張は二代目の王を追放しようとしていた。友好条約と保護領の地位は、三代目の君主のサローテ・トゥポー三世が亡くなる前に結ばれた条約の下で、1970年に終わりを迎えた。トンガは1970年にイギリス連邦に参加し、 1999年には国際連合に参加した。植民地化の力にさらされたにもかかわらず、トンガは決して現地人による統治を失うことがなかった。このことは太平洋の国では珍しいことであり、彼らに多くのプライドを与えている。王宮元首は国王。立憲君主制で一員制の立法議会があるが、国王に多くの権限がある。国民は、 王族、貴族、平民の三つの身分からなる。身分の変更は基本的に認められない。1980年にお習イバハママ王子が平民の娘と結婚したために王族の称号を剥奪され、平民になった事例以外公式な記録がない。身分制度が存在するが、全ての法律は全ての身分に平等に適用されることが憲法に明記されている。 憲法が制定されたのは1875年で、日本の大日本帝国憲法よりも早い。現在の憲法も、この当時の改定憲法である。国王、トゥポー6世の退官式、追加のクポ王朝の系譜が続いている。ジョージトゥポー1世、ジョージトゥポー2世、サローテトゥポー3世、タウファーハウトゥポー4世、サローテトゥポー3世女王の、長男。 ジョージ・トゥポー5世・トゥポー4世の長男、トゥポー6世・トゥポー4世の三男、トンガの国土トンガを構成する172の島は、南北6 0 0トルにわたって広がるトンガの地方行政区分は、北からババウ、ハーパイ、トンガタプの3つに分かれる。トンガは4つの群島、172の島からなり、うち45島が友人である。 島々は南北6 0 0トル東西2 0 0トルの幅に広がる。東西の幅が狭いのはすぐ東にトンガ海溝が南北に伸びているためである。トンガ海溝はインドプレートに南太平洋プレートが東側から潜り込むために形成されている。このためトンガは基本的には火山群島である。西側の島の方が新しく東側の島は 火山島が沈下したことによる珊瑚礁から形成されている。また、標準時としてアトックプラス13を採用しているため、日付変更線を挟んで東隣にあるニ上エなどとは同じ時刻を示すものの、トンガの日付は1日早くなる。世界で最も早い時間帯を採用しているのはトンガではなくキリバスのライン諸島である。 トンガ全域が、ケッペンの気候区分でいう熱帯雨林気候に属する。気候は、海洋性であり、気温の年角差よりも比較差の方が大きい。5月から11月にかけては、南東貿易風の影響下にあるため、涼しくなる。首都ヌクアロファの1月の平均気温は25.8度、7月は21.3度、年間降水量は1643ミ、mm、リメートルで、ある。 気温は島によってあまり変化がないが、降水量はババウ島の2790ミ、mm、リメートルまで幅がある。ババウ諸島国内の島所間の交通はフェリーなどの船舶が主である。なお、ヌクアルファ郊外にあるファーモツ国際空港とババア国際空港にトンガ航空やバージンオーストラリア、エアパシフィック航空などの国内外の多くの航空会社が就航している。 自動車の通行区分は日本やイギリスと同じ左側通行。トンガの通貨パンガシュとヌクアロファトンガの産業は農業、漁業と観光、出稼ぎ労働者の送金である。主要農業作物はカボチャ、コプラとバナナ。国内市場が小さく貿易に頼る。輸出品はカボチャ、香辛料、マグロ、輸入品はトラック、乗用車、内燃機関である。 アジア開発銀行によると2013年の輸出入は輸出額1480万ドル、輸入額は2億2990万ドルであり貿易赤字も大きい。日本に対してはかつては大幅な貿易黒字であったが2013年現在は対日貿易も大幅な赤字となっている。トンガでは元来カボチャを食べる習慣がなかったが気候がカボチャ栽培に適している上に 当時にカボチャを食べる習慣などで、日本でカボチャ需要の多い12月に収穫シーズンとなるため、1980年代後半に日本の商社がカボチャ栽培を持ち込んだ。現在ではカボチャはトンガ経済の柱となっており、対日貿易黒字のほとんどをカボチャ輸出が占め、また近年では韓国、中国、ニュージーランドなどへも輸出されている。一方で、 カボチャ栽培が成功しすぎたため、モノカルチャー経済化が懸念されており、トンガ政府は新しい輸出作物の開発を進めている。中央銀行はトンガ国立準備銀行である。トンガの主要放送局は、ビエンと TBC があり、TBC はテレビチャンネルのテレビジョントンガも放送している。インターネットにおいては、トンガネットワークインフォメーションセンターというプロバイダーが主流である。 新聞は売店などでの販売が主流。トンガ防衛局の海軍兵士2006年11月の暴動で6人が戦死。兵力不足で治安が維持できなくなり、ニュージーランド軍とオーストラリア軍に派兵を依頼し、暴動を鎮圧した。両国軍は2006年の年末には帰国した。ダンスを踊るトンガ女性住民は、 長身でがっしりした体格のポリネシア人が98%であり、また少数のミクロネシア人もいる。言語はトンガ語と英語が公用語である。日常生活ではトンガ語が使われるが、英語も広く通用する。宗教はキリスト教がほとんどである。トンガはラグビーが盛んなことで有名である。ラグビートンガ代表はラグビーワールドカップには8大会中7回。 出場しているが、ベスト8進出経験はない。日本で有名なトンガ出身者の中には、アマナキレレイマフィのように、ラグビー、日本代表となっている選手もいる。また、日本の各界にも、トンガ出身の力士がおり、キング・ハク、シオネ、バイラヒなど大相撲からプロレスに転向して、成功を収めた者も,もいる。国土が、南太平洋の熱帯地域に位置することから、雪が降らない上に、 氷点下になることもないが、夏季オリンピックだけではなく、冬季オリンピックの出場もある。中でもピタ・タウファ・トファは、トンガ代表としては唯一、夏冬両方のオリンピック出場を果たしている。トンガの人々は、全体的に大柄で、ツッポー4世は1976年のギネスブックで、世界で最も大きな国王として登録されていた。 トンガの女性の平均身長は1 7 0トルで、婦人物の最小サイズは2 6トル。男性の平均身長は1 7 7トルで、足のサイズが3 0トル以上ある人も少なくない。肥満率も70%前後と非常に高い。ありがとうございます。